こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2020年の1月28日、時刻は22時をちょっと過ぎたところです。現在のエイダコインの値段は 35.796。昨日からだいぶ上がりましたね。昨日33円ぐらいのあたりまでね、落ちていたということで、今日もだいぶ下がりましたね。32円切ってますね、一瞬。32円切って、31円台からぐーっと上がってきて、最後、ここ1時間ぐらいでね、ガーンと跳ね上がって、今ちょっと反発しているという感じです。はい、4時間足見てみます。はい、4時間足は、ここが直近のね、高値41円。で、35ですね、2円のとこ、線がここ。だからだいぶ大きくね、跳ね上がってきてます。またね、35円、38円ぐらいのあたりでね、こう、またもみもみってやるかもしれないなっていうところですね。はい、ではツイッターの方行きたいと思います。はい、まずチャールズさんですけど、Those interested in my ancestry、 チャールズさんの、まあ、ご先祖様ですね、に興味ある人はいますかということですね、はい、自分のルーツを探るのは面白いよということですので、ちょっと結果を見てみたいと思います。はい、祖先の構成っていうのかな、なんていう日本語が正しいのか分かんないですけど、チャールズさん 100%、まあ、これは彼本人ですからね、に対して、このノースウェスタンユーロピアンが、あ、じゃあその前行こうか、ヨーロッパ系でも 99.2% を占めているので、チャールズさん、ハワイだったから、ハワイ出身って聞いてますので、ちょっとね、アジアっぽいところがあるのかなと思ったら、ヨーロピアンが 99.2% でした。で、ずっと行くと、ヨーロッパの中で、ノースウェスタンと、ここにサウスユーロピアンというので、大体大別されていて、で、残りが、このウェスタンアジアンとノースアフリカン。西アジアと、まあ、アフリカの北側ということで残りをほとんど占めているので、もうアジアの地はほとんど入ってないということですね、はい、ということでこれ聞いていただいている方はチャールズさんとね何の関係もないということになります。あ、でもアジアの人ならアジアっていうふうにで東アジアって出てくるか分かんないですもんね、はい、なのでちょっと全く関係ないかもしれないけど関係あるかもしれないです。はい、次、龍馬さんですけど、カルダノのデファイが2021年にイーサリアムにとって脅威となる3つの理由と、カルダノのデファイはイーサリアムよりも安く安全でシンプルになり、またカルダノでネイティブトークンを転送する場合、実行料金はかからない。これを見れば一目瞭然でよということで見てみます。はい、コインじゃないな、クリプトニュースフラッシュというところですね。3 reasons why カルダノデファイ will be a threat to イーサリアム in 2021と。はい、まとめですけど、カルダノのデファイはイーサリアよりも安くて安全でシンプルになります。カルダノでネイティブトークンを譲渡する場合、実行手数料はかかりませんと。分散型金融エコシステムはカルダノにどのような利点があり、それはトップ権、イーサリアムにどのような利点をもたらすでしょうか。カルダノ財団のエリオット・ヒルはカルダノフォーラムの新しいブログ記事でこれらの非常に、質問に答えました。ビルが指摘するように2月のメアリーハードフォークはカルダノでデファイを確立する上でもう一つの重要なステップをマークするので、このトピックについて話すと良い時期ですと。ハードフォークはトークン、単造っていうのかな、カルダノブロックチェーンで利用可能なマルチアセット元帳になります。これにより分散型アプリケーションダップスネイティブトークンおよびデファイアプリケーションへの道が開きます。これを通じてカルダノはイーサリアムのデファイエコシステムに関する深刻な問題に対処することができます。ちょっと青いところ飛ばします。カルダノがデファイに適している理由はここにあります。カルダノブロックチェーンの機能はデファイアプリケーションのを構築するために非常に魅力的な代替手段になります。このためにヒルはイーサリアムブロックチェーンと3つの根本的な違いを挙げています。まずカルダノのデファイは新規ユーザーの参入障壁を最小限に抑えるために取引手数料が安くなります。イーサリアムとは異なり、カルダノには小規模な参加者にとって単一の取引を非常に高価にするガス料金はありません。カルダノではブロックチェーンの仕組みによりネイティブトークンとアセット間の取引に実行手数料は発生しません。このためカルダノははるかに手頃な価格になる可能性がありますと。もう一つの違いはカルダノデファイプロトコルとトークンのセキュリティであると言われます。イーサリアムとは異なり、トークンはスマートコントラクトに基づくものではなくネイティブになります。つまりカルダノのトークンはスマートコントラクトを使用する代わりにカルダノの元帳で直接実行されるトークンロジックを使用します。トークンをプロビジョニングするためのスマートコントラクトの必要性を排除することにより、カルダノはトークンスマートコントラクトの
相互作用に伴うガスコストの大きな負担を取り除きます。さらにスマートコントラクトはコーディングエラーのリスクが本質的に高いため、セキュリティ上のメリットも大きく提供されます。したがってカルダノのネイティブトークンではトークンを作成するために最小限のカスタムコードが必要になります。ADA コミュニティの力。最後になりましたが、昼は特にカルダノコミュニティとプロジェクト、触媒、カタリストですね、を指していますと。リキッドファイナンスではプロジェクトカタリストが資金を提供するカルダノの最初のデファイアプリケーションがすでに発表されています。プロトコルのバージョン1は合源の完全な活性化と一緒に稼働することが期待され、ユーザーは流動性を提供することによって L9 ガバナンス、トークンを獲得することができます。そうすることで ADA 保有者は彼らのステーキングですね、の報酬を失うことをなくそうとすることができますと。はい、ということで、この、ね、まとめに2つあることで、最後に、コミュニティがね、いいよという話で3つの理由になってましたね。はい、次、クリプトクミチョウちゃんですけど、これはすごい、グレースケールのカルダネイダのファンドを設立と、ビッグなニュースやなと。クリプト東京さんがブレイキングニュースと、グレースケールインベストメントハブレジスタードグレースケールカルダノトラストエイダってありますね。はい、グレースケールのところでやってるカルダノストラストエイダファンドっていうんですかね。はい、インザステートブデラウェア州でやってるよということですね。州によって違うんですね。インコーポレーションデータイズ、2027。昨日か。まあ、多分アメリカですので、まあ、ほぼほぼ今日ですよね。はい。あ、日本語であった。デラウェア州で設立した模様と。ちょっと見てみます。はい。これ、デラウェア州、ステートって書いてある州のウェブサイトですかね。はい。エンティティディテールズということで、ここに、どこだったっけ。これか。グレースケールカルダノトラスト。はい。なんか州でこれを、なんか関係してやってるってことですかね。はい、ちょっとよくわかんないので、グレースケール、そのもののね、サイトに行きました。インベストインなデジタル、フューチャーということで、ここでやってる商品、投資商品としてこう見ていくと、ここにグレースケール、ビットコイントラスト、ビットコインキャッシュトラスト、イーサリアムトラスト、イーサリアムクラシックトラスト、グレースケール、ホライズントラスト、グレースケールライトコイントラスト、ステラルーメントラスト、XRP トラスト、Gcash トラスト。ということでね、ADA はまだここにリスティングはされてないんですけど、ちょうどまだできたばっかなのか、デラウェア州でないと買えないからとか、そういう理由なのかちょっとわかんないですけどね。はい。で、もうちょっとページを見ていくとですね、その実績みたいなのが書いてありますね、ここに。ビットコイン、ビットコインキャッシュ、今のリストがこうあって、で、インセプションデータということで、このファンドの始めた、スタートの日だと思いますけど、ビットコインに至って2013年に始まってるんですね。すごいなと思いますね。他も17年、イーサリアム関係は17年で、ビットコインキャッシュ、ホライズン、ライトコイン、ステラは18年、G キャッシュは17年と、結構歴史がありますよね。ビットコインの歴史、ほぼほぼビットコインというか、その通貨の歴史ぐらいの感じで来てます。で、ただ一口はね、やっぱり大きくて5万ドル、500万円、250万円ぐらいからっていうことですね。ミニマム投資ということで。ただもうこれ、ディジタルアセットホールディングということで、これ多分時価総額っていうんですかね。すごいですよね。1万7000ミリオンドルなので、すごいです。はい。で、ここにね、シンスインセプション、最初からの、なんだろう、その、騰落率っていうんですかね。まあ、ビットコインに至ってはね、2013年から始めてるので、まあ、19000% とね、ぐらい上がってるということになります。ビットコインキャッシュとか、まあ、この辺は2018年1月ですからね、相当高い時に始めちゃったので、下がってるという感じじゃないでしょうかね。はい。で、まあ、カルダノをね、今からここにリスティングすれば、まあ、ここがどうなるかと、これに近いところまで行くかもしれないですね。はい。では値段に戻りたいと思います。はい、36.01 ですね。14,012.9×36.01 で元本が10万円ですので、404,605円のプラスということになります。はい、404.6% のプラスですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。